雪に行きますね。まず、そっての短い位置。そしたら、雨冠を、やっぱり右を少し広い方がいいかな。これが通る位置は、その縦の3分の1あたりです。1個、2個、3、3分の1あたりをこの横が通るぐらいで、ここの幅を決めてください。そしたら、4つの点を同じ大きさ、ここの空きも一緒ぐらいにして書いたら、この幅と今からカタカナの「ヨ」を書きますが、「ヨ」の幅の方が狭いです。狭い方がいいです。そしたら中心に対して同じ長さで少し内側に入りますね。まあ頭はだいたい揃えてもらっていいかな。で、真横に止めてください。